どうも、ヒュンヒュンチャンネルのヒュンヒュンです。はい、ということでね、前回からの続き、あ、びっくりした。いや、マジで今びっくりした。なんだっけ、前回からの続きをね、プレイしていきたいと思います。ということでね、いや、こいつやべえな。俺、今までで一番ビビったかもしんねえわ、この扉は。もうやべえわ。で、前回はね、リッカーが2台いたと。それにね、殺されかけたと。やばかったね、あれは。九死に一生を得たっていう感じかな。で、ここにいる奴らが、俺倒したんだけど、もしかしたらこいつらって無敵なのではないか。やっぱそうだね。無敵なんだな。このなんか、これあんじゃん。これがさ、復活しちゃうんだね。こっちこいつら入ってくるかな。いや、マジか。楽だなぁと思ったけど、今度は、なんだろうね。あ、ほら、あいつも復活してるもんね。どうしようかなぁ。これも結構燃料少なくなってきたし。でもここで避けるのはちょっと、至難の技な気がするなぁ。こいつらはちょっと、これで燃えるかな。やっぱ意外と使うな。で、あれだね、これ急いでいかないとダメなんだね。だから本当はリッカーのところ帰らない方が良かったな、これ。本当はね、本当はリッカーのところ帰らない方が良かった。だけどまあ体力なかったからしょうがないね。さて、そこにいるんだが、さて、どこ行った。そこに2体で、右には1体もいないな。じゃあ私はこちらから行かせていただこう。右にも1体いるな。いやね、俺確かに、なんだろう、おお、やめろやめろやめろ。リッカーゾンビ嫌いなんだけどさ、こうやって絶対に死なない敵っていうのも嫌だな。多分その毒薬みたいなの散布すればおそらくは死んでくれるんだろうけど、今見た感じね、毒薬なんて存在してないし、帰る時にな、いそうだしな。とかショットガンも少ねえし、またハンドガンが唯一ハンドガンだけだな。ガンパウダーしようがあったらもうショットガンを補充しちゃっていいな、これで。俺がここでリッカーとバトったはず。1体2体そうだね。で、これはね、そう、前回ちょっと自分の動画見返した時に、そう、これでね、終わりとあったんだよね。あれがよくわかんないんだよな。これはどうなんだ、プルプルしてるけど大丈夫か、大丈夫か。で、こっちは電気が通っていないから、ここだね。よっこら、ここは植物は来ていないな。まあでも、なんだろうね、リッカーが2体来たってことはな、この後も出てくる可能性があるから、やっぱりゆっくり行った方がいいのかもしんねえな。普通ゾンビかい、まだどこにいんだこれ、地形ってやつなんだよな。見えねえ、あ、いた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 。上がってっちゃってるね。転んだ。ナイフの出番だ。死にたまえ。あんまりね、こいつのね、前でいない方がいいんだよね。終わりかな。OK。こんなもん。ここはアイテムないな。で、行き場所はこの上で合ってんのかな。でも多分ね、あ、植物、うわぁ、死んだか。おお、危ないじゃないか君。よく避けれたな、俺は。
もはやまぐれと言っても過言ではないね。ほら、もしこれで死んだら。植物ちょっとあれね、ちょっとだけ。でもやっぱここら辺に毒あると思うんだけどな。ないかな。お、それはなんだ、ガンパウダー大か。いやでも俺ガンパウダー大が好きすぎてさ、もうやばいよ。そこに一体いるの。あ、外した。3発で倒れてはくれるな。あ、これ違うな。ガンパウダーかと思ったけどガンパウダーじゃねえな。よし、さすがに死んだな。ナイフ有能。ここまだアイテムあるな。これはメモだ。メモ、メモって言ったらメモだ。みんなカジスのやった。あ、殺す方法あるんだ。死んだ後に燃やすんだ。信号変圧器変調器。それだったらさ、俺ちょっと待って、燃料欲しい。追加の燃料くれ。あ、もういけないわ。あ、でもここ開けられる。やったー。よいしょ。みんな気をつけて。あ、いや、ここは回復ポイントだな。大丈夫だ。あれだね。殺して、殺したらこいつの出番だ。だから、俺がやってたのはちょっともったいないことで、殺してからこいつでやると。で、こいつ、どうだっけな。音質、多分ここにあるあれだよね、部品の話してるから、ここはいけないとして、どこだっけな、これか、これだ、これ行きたいね。待って、こっちだっけ。こう行って下行くから、あ、なるほどね。だから、あ、これは戻った方がいいかな。待ってよ、どうなんだろう。俺多分さ、このブレーカーボックスだよね、これ行かないといけないところって。待って、薬品部品室、薬品部品室、ここの2体試してみる。で、薬品部品室、あ、じゃあ薬品実験室、あ、俺が開けたところだ。で、ここも行かないといけなくて、だからここのやつらを炭になるまで燃やしてみましょうか。倒してからちょっと試してみましょう。いやー、あのメモをね、そこに残しておくっていうね、まあ嬉しいことではあるんだが、あ、やっぱ生き返るね。こいつらこう倒してあげて、おお、ちょっと止まってほしいな。あれ、あ、こうしてからこうするじゃん。あ、こいつ炭になってんね。で、こうしてからこいつで、おお、こうですね。あ、4発で燃えるんだったらこっちの方がいいね。もったいねー。なるほど、こうやって倒すんだ。ってことは俺のこの112発は無駄だったと。悲しい。まあでもね、こういうことあるから。そんな簡単に倒し方分かってたまるかっていう、多分こっち、あっちも思ってんだろう。そういうことにしときましょう。で、ここにね、結構いるんだよ。で、右にいるかな。右にはいないから左か。で、こいつを結構いるから、待って、こいつ思った以上に早いんだよね。おいおい、うおー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 おほほー、焦ると当たらない。いや、これは無視していけんな。ほいほいほーい、ほいほいほいほーい、薬品実験室。お、メモ帳があるぞ。これだ、これ。活死剤の、活死剤って読むかな。空のカートリッジを薬液充填器にセット。急速に冷却する。プラント43の成長速度は驚異的であり、万一の事態が起きた場合は制御が困難であると。はーん。これがプラント43ってやつなんだね。
現在マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。はあ、あ、これやりすぎですか。いや、入れすぎやんけ。あ、見えた。なるほどな。待ってよ。だから一旦こっちに入れてさ、全部な。これが全部なんだよ。これ全部。だから多分こっちに、あん？本当だよ。あ、こうか。ちょっと待ってね、俺こういうの苦手なんだよな。え、難しいな。ちょっと待って、いや難しくないはずなんだけど。あ、だから残りこのなんかツンっていうのを入れたいわけよ。待って、なんかあったよな、残りツンになるあれが。あ、これだ、これが残りツンになるやつだ。だから、で、それで、ちょっと待ってね。おぉ、苦手だ、こういうの。難しいなぁ。こういうやろ。そうすると、この残りツンがジャムなん。残りツンが。え、難しいな。ちょっと待って、少しこれ倍速するかもしんないな。これはどうやってやるんだ。これ少し入れて、入れて、やった、意外とね、難しかった。で、これをおそらく低温ウンチェラ室ってのがあるんだよ。この、この下だったかな。これこれこれ。低温実験室で多分急速に冷凍するんだけど、ここロックされてんのよ、電力がなくて。だから、このブレーカーボックスに、この、こいついらねえよな、もう。まあ、いっか。どれだっけ、こいつか。こいつはね、こいつを冷やすと。うん、ここら辺にアイテムないかな。お前起き上がらないな、確定で。うん、手榴弾があって。手榴弾以外はないな。で、置いてくればよかったな、アイテム。近いとビビって当たんねえんだよな。距離は離れていったか。さあ、来た来た来た。こいつだけも倒してやるぜ。よし、OK。OK。おっ。おっ。おー、ブリッジ。こっちかい。はい。はい。あ、燃えてくれたわ。おーい、K と人間ってパニクるな。なかなか厳しいぞ。あ、無理ってなる。もうこれが多分プラント42だね。で、あいつがちょっとなんか思いっきりアタックされちゃってる感じかな。こいつも、こいつ一人だったらね、近いんだよね、近い。あと早いんだよ。
ほらほらほら、めちゃめちゃ速い。外したし、難しいな。自分を信じろ。待って、こいつは先に体が、待って、こいつにめちゃめちゃ翻弄されてる。腕、おお、足、体、腕、よし、貴様は消毒だ、燃えろ。残り4発だぞ、お前燃えてくれよ。あーよかった、もう残り少ねえからどうしようかと思ったよ。でもさ、正直良心的だね、うん、何が良心的かっていうとさ、その殺し方を教えてくれるところあたりはさ、いいね、あのメモ帳でさ、ほらこいつらも、あ、ほんとだ、燃やすとね、起き上がんないね、これすごい楽だわ。もうここら辺はイージーモードだよ。山物が5人いたんだけど、それを俺が全滅させたからな。これいらねえと。ガンパウダー。ガンパウダー台で俺はハンドガン弾を作る。それ以外はもう全部ショットガンにしちゃっていいということに私はね、理解してしまったんだよね。いやごめん、理解はしたとか言ったけど、これが後で俺もうね、いい感じに出るか逆に出るかと難しいところよ。このショットガンを作ったことによって、やべ弾足りねえってなって死ぬ可能性もあるし、これを作ったことによって俺は勝利をね掴むかもしれない。さあどちらとなるか楽しみだぜ。とりあえずここら辺はもう俺が消し炭にしたからな。いやまさかね、死んだ後にやらない、処理をしないといけないってことがね、びっくりだわ。すごい生命力だよね、でもそう考えると。ここは、なんだろうな。特にない。多分こいつはここだけだと思うんだけど。あ、いや、ん？待って、ガンパウダー台がある、ガンパウダー台が。おーお前を待っていたぜ俺は。こいつは大好き、マジで好き。これで終わりだね。本当にガンパウダー台があれば俺は生きていける。ショットガンだと6発になっちゃうんだ、ハンドガンだと53発になるんだ。でかくないかこの差は。たまに54になるしな、ハンドガンだと。ショットガンあんまなったイメージない、なるイメージないな。これガンパウダーっぽいじゃねえかよ。まあでもここら辺アイテムないからな。そんなこと言ってもダメだよね。待って、俺、あれあるよな。そう、これ。これなんなの？待って。待って、まあとりあえずブレーカーのところに行かないと何が何だか分かんねえよ。あ、よく見たらそこに傷跡あるね。それであれか、リッカーがいるよっていうのが判断つくんだ、本当は。本当はね。もう俺は何も考えずに突っ込んじゃったから、もうやべえことになったんだけど。ほら、ここに傷跡あって、あ、傷跡、うん、そうだね、爪の跡があって、あれ、これリッカーいるんじゃねえと、本当は思うはずなんだが。はあ。あ、これで合わせろと、理解しました。まあこうだろう。びっくりした、俺の謎の勘がマジで的中しちゃったと思って。ん？何が違うんだ？見えない。明るい。ちょっともう電気を照らすな。左ダイヤル。あ！
そんなのがあったのか。こうだ。えっ、何が違うって言うんだ。待て、よく見たらこれさ、こうだ。オッケー。文字変更ができたんだ。今気づいた。これで行けなかったところが全部行けるようになったから、この辺りは多分サーバールームとかも多分電気通ったから。え、なんだこの音は。不穏な空気が、不穏な音が嫌すぎる。ちょっと待って、あのね、俺の耳レーダーが反応してる。これね、俺特有なんだけどね、なんか可愛いな体かと思ったら大体敵が来るんだよね。ヒーオーディン敵は大体そう。サーチ&デストロイとかやってる時に、俺敵可愛いなって、敵可愛いじゃん、間違えた。俺の鼻が可愛いぞと思ったら大体敵がいるっていう、その合図だから、それは。あくまでもその合図であるから、そのシグナルなんだよね。もうやばいね、これは怖いよ。いやー、このビビリが発症、ビビリが発。おいおいおい、俺に燃料くれていいのか。負けないよ。お、ここにセーブも置いてくれていいのか。無敵だぞこれは。もうこれ結構さ、俺確かさ、帰るとこにも結構あったよな、この電気ピコピコするやつ。後でやってあげるか。フィルムいらねえ。フィルムがちょっと結構邪魔をしている。手榴弾は火力すごいから持っときたい。燃料は必要。あ、俺今サバイバルナイフ拾ったよな、俺。サバイバルナイフじゃなくてコンバットナイフか。そろそろ壊れそうなんだよね。こいつは結構重宝する。ハンドガン3発で基本的に、ダウンするから、そこでサクサクするといい感じ。ここはアイテムもないね。残りはじゃあ低温室か。低温実験室か。まあ、こいつら起き上がることはないと思うんだが、まあ、一応ゆっくりね、起き上がった時の対策、俺がもし走ってるとこれバレちゃうからさ、ゆっくり行くことによってこんな感じにな。怪しいな。ちょっと失礼しますけど、大丈夫ですか。いいんですかね、これは。入ってよろしい。お、 VR がある。あ、違う、ゴーグルだわ。あのね、みんなね、はよ行けよって思うと思うんだけど、これビビリっていうか、そのホラーゲーム苦手な人特有で、早く行けはそんな怖くないのに、逆に自分で自ら遅く行くことによって、自分でビビリをね、増加させるっていう謎のことをやってんだけど、これしょうがないんだよね。怖いからもうしょうがないことなんだよ、これは。おかえりなさい、リー研究員。メッセージが5件あります。やるじゃないか、その横移動はなかなか俺では。やるじゃないか、君。外してるのは俺だが。待て、あと一発。起き上がるな。あ、俺だ。 OK。 ここか、低温実験室っていうのが。またアイテムがあるな。まあ、いや、こっちか。TPS をフル活用していくスタイルね。これさ、待って、リー研究員のメッセージが5件あるっつったから、それ見たいな。何をやらかした。カートライトの野郎がえらい剣幕だったぞと。なるほど、めちゃめちゃあるね。こいつやばくね。リーさ、めちゃめちゃやらかしてんだけど、いろいろ。もう否認が出たと。こちらから、プラント43が暴走していると。これは？
黄色いドレスが俺を待ってるって、多分あれだね、こいじゃこいつかな、これ多分黄色いドレスってこれのことだよね。でここで冷やすんだけど、背中かいな、寒そうだな。レオンもうこれじゃダメ。氷漬けにされちまう。まあ氷漬けにされちまうんだが、とりあえず俺はこの薬を冷やさないといけないんだ。だから少し待っててくれレオン。そして氷漬けにされちまうと言いながら、私はガンパウダーとかの方がちょっと 目にいっちゃうんだよね。そこにゾンビがいるんだよ。一回ナイフで切ってみるか。こいつ浮き上がるな。多分温めたら浮き上がるタイプだ。で、アイテムがまだ残っているぞ。さあ、レオン、体を動かせ。体を動かせば温かいぞ、体は。おい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 。さあ、アイテムがないぞ。マジでアイテムなくね。地図によ、よると、赤いんで。どうなってるんだ？外か。ここにはなさそうだな。とりあえずこいつ調べてみるか。ステンバイ。スタンディングバイ。ピコ。さあ、よせ。電圧シーケンスを実行中。時間かかるやつかな。いや、めちゃめちゃ早かった。おお、青色になった。これはあれですね、散布すればいいんですね。ありがたき、使わせていただこう。これが活使用と。冷却が終了しました。大丈夫？なんか冷却終了したってことは大体なんか来るっていう俺のその合図だよこれは。問題なさそうだな今のところは。そこにいたやつは俺がぶち殺したし、あ、これだったのか。これがあのアイテムを拾うあのやつだったのね。いや、ここにはもうアイテムは存在しないらしい。だけど多分、まあ俺の予想だけど、勝手に考えてんだけど、まあ、何か来ると。まあ何も来ないってわけがないんだよ。でこのね、この動き方よ、このムーブのせいで逆に怖いと。ホラーゲーム得意な人っていうのかな、なんて言うんだろう、そのビビんな人っていうのはね、もう、いや、恐怖は感じてるんだろうけど、結構ゴリゴリいっちゃうのよ。だけど俺はそんな勇気がないから、もうね、ゴリゴリいくっていうことがね、もう なんでできんだろうなと思っちゃうよね。すごすぎるよね俺からすると。もうなんだろう、くまなく見ちゃうせいで死ぬ、逆にビビって心臓止まっちゃうよ、そろそろ。てかこれプラント43、そろそろさ、俺これ起きんじゃねえの、てめえ活死剤で巻くんじゃねえこの野郎みたいな感じで。植物が起きるっていうのもちょっと変な表現だな。でもしろ、この扉の裏が一番怖いよね。基本的にゾンビがね、待ち構えてて、俺の神反応で避けるしかなくなるっていうことが起こるから。勝手に登ってる、勝手に登ってる。入らせてくれるかな、フラント43は。大丈夫俺。あ、帰らせてくれた、ありがとうございます。では死んでください。行け。薬液を散布します。おお、これでよし。大丈夫これ。警告、規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。はあ、まあそんなん怖くないよね。あ、なんか待って、なんかいいね、2人しかもなんか結構生身っぽいやついない隣に。気のせい。
さあ、貸し材を撒いた私を敵と見なして攻撃してくるかどうか気になるとこですね。さあ、アイテムはこのリストタグだけかな。ほら、そこになんかいるよね。結構ゾンビ化してない雰囲気のやつが。待て、めっちゃ眉毛かい。ほら、なんかいるよね。いや、これどうなんだろう。いや、さすがに死んでるであろうけど。あ、まあ、役目はしてます。なぜ？いや、いける、いける、頑張って。いや、だけどもうナイフを使うしかない。なんでタイランタがこんなとこに。うわ、待って、一発殴らせて、殴らせちゃダメだった。殴らせろ。コントローラーがぶっ壊れてる。壊れてないけど。あ、オッケー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 。それで、それで回復して、それでもうお前、あ、やべ、これ噛まれるか。あ、まあ、グレネードも使っちゃったよ。逃げろー、もったいねー。微動だにしてねー。いやー、植物人間はな、一発で撃てればよかったんだけど、外してしまった、一発。そして時を止まれ。あれ、やべ、スパイ多すぎやろ。ウィリアム・バーキン、ウィリアム・バーキン。あ、これさっきのやつだね、俺がやった。でこっち帰ればいいらしいな。そうだね、帰って、くそ、グレネードも使わされたぜ、もったいねー。いやー、来そうだな、普通にあいつ。あら、あら、レッドハーブがないわ。しょうがねえ。走れ走れ。あ、バスじゃねえよ。こうか。で、こっちか。で、こっちだね。いやー、タイラントさ、どこでも来すぎじゃね？マジで。やばいと思うよ、ちょっと。ちょっとしつこすぎるよね。あ、そうそう、これこれこれ。このブレーカーボックス、ちょっと行ってみてえな。ちょっと戻ってみようか、せっかくだし。せっかくゲットしたからちょっとやってみたいな。またあいつかって。本当だよな、来すぎだよな。ちょっとまさかこんなとこにも来るとは思わなかったぞ。さーてと、ブレーカーボックスやるやつゲットしちゃったからな、敵もいそうなんだけど、問題ないことを願うぜ。そう、これこれ、あの木はな、この奥か。植物人間が強すぎるな、本当に。これこれこれ、 MUF だってさ、 MUF。 あ、待って、まだ、何もやってないから、ちょっと待ってくれ。これ、でこうかな。よし、オゲー、これで電力が供給されたぜ。サイドパー、こいつリー研究員じゃねえかよ。あ、やめろ、危ねえ。撃ったの黒ずくめの、あれは
USS がこう、あれがこいつら殺したんか。なるほどね。明るくなったけど、もうこれ以外ないね。うん、サイドパックがもらえるあれだったんだね、今回は。ありがたいね、でもサイドパックくれるのは。さあ、どこでも私はセーブをしていく。いつ死んでもいいようにな。あと、いつ積んでも OK なようにな。積んだ瞬間、私はね、過去の、なんだこのメモ帳は。知らんかったぞ。一般職員、上級職員ですか。これなあ、こんなんあったのか。知らんかったわ。一番最後が、真ん中が4で、これはもうなん上級職員レベルじゃないね、これ。これは、何のレベルなんだろうね、これ。3がまあ上級職員なんだけど、最高かな、最高レベルみたいな、4が。らしいぞ。ウエストエリアにあるって言ってたからな。あの、USS だけかの隊員が、持ってたそのビデオレコーダーみたいなやつで言ってると。暗いな。いや、そんでもねえか。ああ、でも結構戦闘の後はすごいな。あ、デジタルビ、あ、いや、ほんと、これ見んのさ、あれだよな。戻んないといけなくなる。いや、戻れないじゃん。待って、でもさ、あるってことはやっぱ、戻れるってことだよな、これ。そうなってくるな、やっぱり。おお、重い重い。やめろやめろ。重い。なんでここにアイテムボックスがあるのにセーブがないんだ。怪しい。これは OSS と。これ便利ですな。はい。OK。あ、ここで見れる。待って、見ていいのか。いや、見るか。あ、待って、これもう使わないらしい。うい。使う。いやー、ここで見れるとはね、もう準備万端じゃん。さあ、次はなんだ？誰のやつだ、これは。ん？どのとこから見てんだ、これ。D ウイルスを確認。突然死ぬ。マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。結構撃ったよ。3人で3発だから9発撃っちゃって。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。もう完全に死にましたよ。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。仕方ねえと。とりあえずサンプルだけ持っていくしかねえとな。Gウイルス。でも死んでますけどね。こんなもん。とりあえずセーブが欲しいぞ。セーブセーブセーブがビデオデッキしかないな。とりあえず次のセーブポイントまでやりたいよな。あとなんかね、あれなんだよね。回復が、あ、これか。あ、これで終わりだね。よし。おお、びっくりした。
これはなんだ、ガンパウダーのあれか、ショットガンのやつか。これね、俺悲しいことに気づいたん。おそらくもうマグナムゲットできるんじゃねえとね。いや、いいやと。俺をきれいにしてくれるのかい？ありがとう。お、今度は乾燥もさしてくれると。ありがたいね。あ、降りれるわけではないと。なるほど。アンブレラマークがある、アンブレラマークが。セーブがないな、セーブが。おう、なんだろう。G みたいのが浮いてる。G なんだろうけど。あれ、ここ、あれじゃん、さっきのとこだ。これ、あれだな。なんでこれ最高レベルじゃないんだろうね。触ってしまった。無防備だな。本当だよ。よし、エイダのところへ。落ち着け。いや、無防備なわけないもんな、そんな。いや、なんでお前、とか言ってお前取ってんで。無防備なわけなかろうって、お前。待って、なんか。イェーイ、ガンパウダー。なんか施設封鎖するとかいう中でよくわかんない響きが聞こえたけど、まあ何もな、俺には関係ねえよ。施設破壊されたところで俺は生きるしな。ん？あ、施設ってこの研究所は吹き飛ばされるってこと？ダメやそんな。よし。はい、ということでね、なかなか今もうやばい状況になってるんですが、今回はここで終わりたいと思います。ということでね、この G ウイルスは持ち出せて、ちょっとレオンがまあ無防備だなとか言って取っちゃったから、まあやっちまったという感じになってしまったね。うん、この顔ね、俺の眠ってねえよって顔してるねこいつは。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。もしこの動画を面白いと思ったら、まあ面白いと思わなくてもチャンネル登録、ツイッターのリツイート、高評価をお願いします。じゃあまたねー。